はい、 FM リュウシンドウ DJ のリュウシンです。本日は2016年2月の25日でございます。まあね、2月も後半になってきて、25日だからバレンタインデーから11日経ったのか。まああれですね、バレンタインの日には僕自身何にもこうなかったっていうお話は以前したんですけれども、それからね11日しか経ってないのかっていう感じですね。なんかちょっと最近毎日がやや長く感じる日々でございます。ある意味それは長く感じるっていうのはそれだけのことを自分なりにいろいろやってるのかなっていう印象ですね。いろいろまあなんだろう、暇になっちゃって時間が長く感じるっていうのとは全然違う感じですね、僕自身は。はい、それでね、ちょっとずつ、暖かくなってきたわけなんですけれども、まあまあ、まだ寒い日なんかもあったりして、僕が住んでる、家の近くではですね、まあ、神奈川県なんですけれども、朝、今日は粉雪が降ってましたね。だから、ちょっとこう、外に出たりした時に、こう、震えてしまうようなね、そんな感じでちょっと寒い感じでした。で、ただね、結構ね、暖かくなってきたなって感じるのが、僕がね、花粉症持ちなんですよ。それでね、花粉症が結構、ムズムズするんですよね。で、まあ、FM 流振動やってきて、毎年この春の時期に、鼻声になっちゃったりとか、まあ、その花粉症の症状で、ちょっとこう目がしょぼしょぼしたりとか、まあ、声がちょっとこう、いつもとは違った声だったりすることもあると思うんですけれども、今日は、割とそんな花粉症の症状はないので、昨日はね、ちょっとね、結構、症状があったのでデジをちょっと取ろうかなとも思ったんですけれども、結局デジを取らなかったですね。ちょっと鼻の調子が良くなくて。はい、で今日は今、ま、挨拶のお話は終わって、また別のお話をさせてもらおうかなと思うわけなんですけれども、今日のお話はFM 流進の中でも結構珍しいお話になるかもしれないんですけれども、まあ今新聞見てもインターネットの情報サイトを見ても、またテレビなんかを見てもね、清原和博選手のニュースを見ない日はないというぐらいね、相当ニュースになってるわけなんですけれども、今日はその清原選手についてのお話をさせてもらいたいと思います。で、まず前提としてお話ししたいのがですね、私は特に、野球ファンというわけでもないですし、またその過去にね、学生時代に野球をやっていたというわけでもございません。また、野球の観戦が好きであるとか、もしくは清原、和博選手のファンであるというわけでもございません。ただそんな人間なんですけれども、その特にその野球というのは好きだったり興味があるっていう人間ではないんですけれども、まあ、この社会ニュースですね、今の日本のニュースの中で、ちょっと僕も トピックとしてね、上げて話したいなって思うような内容が結構こう重なってきたりするので、その話をさせてもらいたいと思います。まずですね、清原選手なんですけれども、僕のようなね、
中学校時代ぐらいからテレビを見ない生活をしてて、また野球をね、僕やってなくて今美術系の人間なんですけれども、その業界外の人間からしても、まず清原、選手っていうのが名前は知ってる、顔は知ってるっていうような、まあもうものすごい有名人ですよね。でこれがね、まずすごいなと思うわけですよ。でもうちょっと言うと、スポーツ選手じゃないですか、清原選手っていうのは。スポーツ選手でここまで顔と名前を知られている人っていうことがまずすごいと思うんですよ。これどういうことかっていうと、例えば、スマップでもいいんですけれども、テレビに出ることが仕事の人っているじゃないですか。いわゆる芸能人の方ですね。テレビに出るのが仕事の人っていうのは、テレビに出ることが当たり前だし、それによって露出しているのだから、有名になることが当たり前といいますか、有名になるべくしてなっているわけですよ、状況的に言うと。それに対してスポーツ選手っていうのは、ある一定の期間だけテレビだったりメディア露出をするということで、芸能人の方と比べるとメディア露出の、なんていうのかな、メディア露出率がまず違うわけですよ。でテレビに出ること自体が仕事ではなくて、野球選手ですから野球をプレイすることが仕事なわけですよね。でここを前提として考えた時に、この清原選手っていうのがどれだけすごい人かっていうのが間接的にわかると思います。でいろいろ最近ニュースなんかも見てわかったんですけれども、この清原選手っていうのは戦後の日本の野球界の中でも10本指に入るぐらい、日本のこの野球業界の中で最も有名な野球選手のうちの一人だったということを最近知識として知ったんですね。それまで僕が知っている清原選手のイメージっていうのは、いわゆる有名な野球選手なんだなっていうぐらいの、まああくまで印象でしか持ってなかったんですけれども、実はその知識として知ったのが、この日本のこのプロ野球業界の歴史の中でも、もう上位10位トップ10に入るぐらいの、まあ歴史に名前を残している人だったということなんです。で、話は次回に続きます。もうほとんどこの今回の放送枕ですね。ちょっと我慢して引き続き第2夜を聞いていただけるとありがたいと思います。失礼いたします。